ちゃんくん。あら。あら。移動ですか。こんにちは。こんにちは。慣れてる、オープンマイクには全部ネタをしています。なぜなら引っ越してきたばかりというかもう9ヶ月経ったんですけれども、やっぱり友達欲しいなということですね。で、一応歌が得意な分野ですので得意分野から友達を作るのは秘訣だと思っています。ということで、まずお友達募集、それからライブに関してはですね、ずっと弾き語りってやったことがあんまりなくて、人前で一人で出ることの恐怖だいぶ克服してきました。で、今日はちょっと高崎さんにもお手伝いしていただきたいんですが、はい、1巡目はまず1人でやってみます、はい、これも自分の修行だと思ってますので2巡目にちょっと打ち合わせをお願いします。あ、お願いします。はい、まず、ハッピーエンドっていうバンドが好きでですね、その辺のところからちょくちょくポッと失礼やっていきます。外はいい天気だよ、嘘ばっかり。今回はちょっと、ですね、この地域に馴染むようにっていう話さっきしましたが、高崎さんをナンパしました昨日ね。ナンパされました。初めてこの秦野で、一緒にやってもらえないかという話をしてですね、この神さえ顔を付け合わせていますが、だんだん曲が偏ってきます。南吉高さんという曲、人の、曲を2曲やろうかなと思います。あんまり耳に馴染みのない曲だと思うんですが、すいません。じゃあ行ってらっしゃい、なお帰りはいつことの君、ただいま今日は長丁場でした。ステージ3回回ってきたかな。6曲も歌ってきたよ。あ、最後は1曲だから5曲だよね。ちょっと疲れました、ワンちゃんも。ただいま。